つぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。こんにちは、食と心のデザイナー、暮らしの冒険家、ユミコ改めアマンです。目覚めていきたい女性に送るつぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる、今月の最終回、あっという間になってしまいました。まゆみさん。はい、体クリエイトキラッカーの奥谷まゆみです。よろしくお願いします。話し足りない間にあっという間に最終回になっちゃいました。いや、もういろいろまだ聞きたい話もあったんだけどね。そうそう、でもそれはね、セミナー来てみたいな。そうだやっぱりさ、こう知識とこう技術が一緒に知った方がいいし、そうだね。でもね、面白いよこのね、もう本当に驚くような瞬間技術で、もうあれよあれよという間に和菓子から洋菓子からツーリング系からね、作れる、これ知ったらまゆみさんなんかもうまたさ、ねえ、ガーってねえ、面白い毎日になると思う。面白い毎日になるかもしれないね、この秋、で続きは皆さん、だから私が飽きもせずやっている未来食セミナー新通へ、でも新1はね、全国各地でツブツブマザーが今やっているので、あのぜひぜひ全国各地のツブツブマザー経由、そして新通に来て、そしたら甘いものの秘密、そしてそういう本当に体に持続的に燃料をくれる、本物のこうスイーツを、もう菓子の食べたいだけ、もう満貫全席で食べれるような技術をお教えしてます。だって行かなきゃね、だから来て来て、はい、ということで、ついつい話がすれちゃったけど、今日私ね、あのまゆみさんが最近やってるという、女体講座のことを、女体講座、ね、今月思ってたのに。そうなの、だから今日はバッチリその話を聞こうかな。そう、ね、そうなの、いつから始めてんの女体講座、女体講座はね、3ヶ月ほど前から始めたんです。あ、そうなんだ。そうなんです。まあ、みんなの体をね、毎日のように体レッスンで見てると、まあ、体の使い方があんまりわからない人が不調になってるっていうのはすごくよくわかるんだけど、その中でもやっぱり女の人は、女の人としての体の使い方っていうのがやっぱりわからない人がとっても多いんだなって気がする。っていうのは、その、まあ、例えば生殖器はね、男の人と女の人とは形が違うけれども、でもおっぱいにしてもお尻にしても、まあ、あるっちゃあるじゃない、男の人も女の人も。だからなんかこう同じにね、扱ってる感じがするんだけど、実は男の人と女の人ではおっぱいとお尻の扱い方が本当は全然違うの。そうなの、それ知りたい、私今度は。なので女の人はこうやって扱うと元気になるよっていうところなわけで、この講座をやろうかなと、その入体講座をだから今3つに分かれてて、最初がおっぱい編なの。おっぱい編、そうで、第2、そうそうそう、2番目が、第2弾がお尻編なの。あ、女の体お尻、はい、そうで、第3弾がお股なの。あ、でそういう、そうそう順番になってるんだけど、まあ、それ実はちょっと意味もあって、あのみんななんとかお股の方っていうのかな、その生殖器のことはなんとかしなきゃいけないのかなっていう意識はすごくあって、なんとかしようって気持ちもとってもあるんだけど、実はやっぱり人間の体っていうのはつながっているから、一箇所だけ取り出すことはできない、で特にそのおっぱいとお尻とお股っていう3つはすごく使い方につながりがあって、総合的に。そうですね、体って一つだもんね。そうなの、一つだからね。だからお尻だお股だけなんとかしようとしても無理で、やっぱりそのおっぱいの使い方が変わってくると、お尻もお股も変わってくるのね。あ、そうなんだ、いいね、それ便利で。そうでしょ、そうなの、あの自然となってくるみたいな感じなの、でそれがやっぱりみんなあまり分かってなくて、お尻の、あのお股の方ばっかりとか生殖器ばっかりに意識がいっちゃうから、まずおっぱいをすごくやりたいという気持ちがものすごくふつふつと私の中で湧いてきたので、あとは面白いのが、なんていうのかな、そのおっぱいとお尻とお股、まあ、特に女性の部分っていう、特有って言えば特有の部分がやっぱり好きじゃないな、自分の中の、っていう人がすごく多くて、でそういう人はやっぱり自分の体と仲良しになれない感じ。体と仲良しになる、これいいよね。私もそれ進めずに言ってる。そうなので、体と仲良しになるポイントとして、その3つの使い方とを知って仲良くなっていくと、体の使い方が自然と、女の人の場合は特に、あの元気になっていくなっていう感じです。それで始まったんだ。そうで、あのおっぱいのきっかけは、まあ、私たち体レッスンに実はオプションがあって、あの受けたい人はその
骨盤クリーニングっていうのと、あと肩甲骨肋骨クリーニング、2つのクリーニングがあるわけ。うん、うん、でそれはあのなんかやただやってあげるんじゃなくて、動きやすくするための補助としてちょっとクリーニング的な施術を最初にやってあげるんだけど、まあ言ったら骨から筋肉を剥がすみたいな施術をしていくのね。でそれをやるとまあ動きやすくなるから、うんうんうん、で剥がして元の位置に戻して、今実は大体の人が元の位置じゃないところに張り付いちゃってるから、あそのそうそうそう筋肉と骨がね、筋肉と骨がへばりついてる、そうそうそう変な位置で、それを剥がしてあげると元の位置に戻りやすくなるから、うんうんうん、で人間の体ってあるべきところにあればちゃんと働くようにできてるので、うんうんうん、難しいエクササイズとかしなくて、ね、それ分かりやすいなのでそのためにちょっとお手伝いをしているんだけど、うんうん、まあ本当におっぱいが張り付いてる人が多くて、おっぱいの筋肉おっぱいの筋肉が肋骨に張り付いてるわけ、例えばジャンプをしてもおっぱいが揺れないっていうのは、おっぱいが大きいとか小さいじゃないの、張り付いてるから揺れない、揺れない、小さくても剥がれてれば揺れるの、すごく。なるほどみんなその場でちょっと鏡の前でジャンプしておっぱいが揺れてる揺れてるといいんだ、そうだそうそう揺れてれば大丈夫なんだけど、うんうん、そのぐらいもみんなすごく張り付いてる人が多くって、で張り付いてる人が眼検診とかに行くと、そのね乳がん検診とかに引っかかっちゃうタイプの人なわけ。なるほどね。で実際にやっぱりそのまあ乳がんの人とか私いっぱい見てるけど、乳がんのできるところっていうのは張り付いてるところなんだ。うん、だから乳がん、重要じゃん。そうなの。だから乳がんの人見て、あここだよねって言っちゃうぐらい、ここできちゃうよねっていうぐらい分かりやすくそこに張り付いてるところができてる。そうなんだ、うん。流れが悪くなってるからだと思うんだけど、だからすごくそういう人も多いじゃない今。でもこれじゃあちょっと剥がしゃ、ちょっと動かしゃね、そんな心配もなくなるのに、おっぱいも取らなきゃならないのことになっちゃったらおかしい、まあ、あとはまあちょっと食の問題も実はあると思うけれども、まあ、ちょっとそれは置いておいて、でもそのね、剥がしてると随分良くなるから、まあ、そんな、あと眼検診で引っかかっても剥がすようなエクササイズとか施術すると、もう眼検診で引っかかるな、なることも結構あるわけ。あ、そうなんだ、すごいね、それ、うんうんうん、なので、まあ、そんなことでさ、ね、現代のお助けそうなの。でもそのクリーニングで剥がしてあげるばっかりだと、やっぱりやってあげるのって私あんま好きじゃないんだよね。わかる、うん、キリがないし、ね、キリがないから、でそうするとみんな頼っちゃうから、うんうんうん、自立心もなくなってしまうので、うんうんうん、自分でやっぱりその張り付かない体の使い方をするためにやっぱもっとおっぱいと仲良くしないといけないと思って。わかる、私もね、依存してたら結局ダメだから。そうなの、そうなの。だからお料理なんかはそうじゃない、自立してほしい、うんうん、だからもうどんどんね、もうちょっと習ったら教えてほしいとか、うん、やっぱり、うんうんうん、教わる人に常になっちゃうんだよね、うんうん、教わる人っていうアイデンティティ作っちゃうと、うんうん、なんかずっと教わる人でいくから、さっさと教えちゃうと、そう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 、ポンと変わるんだよね。分かる。で教えることのが本当は楽しいし、だから私も結局人を育てることをしてるの、うんうん、そっちなんだよね、絶対楽しいからね、楽しいからね、楽しいからそっち側に来た方がいいよって言って、うんうんうん、みんなやっちゃってるわけなんだけど、うんうん、まあそんなわけで始まった。そうそう、でもう一回私もじゃあみんなにおっぱい何をしてほしいかなと思っていろいろ見ていたら、本当にみんな自分のおっぱいに厳しいの、すごいどうやってなんていうのかな、大きい、小さい人は小さいで、まあ、小さいから嫌いっていう厳しさがあるんだけど、うんうん、大きい人は大きいけど、何、みんな嫌いなのね、うんうん、自分のおっぱい好きって人あんまり会ったことがないの。あ、そう、なんでこんなにおっぱいが嫌いなんだろうと思うぐらいみんなおっぱいが嫌いなのよ。で、ね、なんでおっぱいが嫌いなんだろうと思ったの、だからみんなおっぱいのことあんま知らないんだろう、自分のおっぱいしか知らないと思ったから、その女体構図のおっぱいの時はさ、おっぱいの触りっこすんの、あ、お互いに、そう、20人とか30人でみんなのおっぱい触るんだけど、そうするとおっぱいでどんなにいいものか分かるわけ。それだけで、うわ、こんなちっちゃくても大きくてもこんなふわふわしてプルプルしてこんないいものなのって。あ、本当、だからほら、いい、ね、男の人はやっぱおっぱい好きじゃない、うん、でそれはやっぱり自分がないじゃなくて触ったことがあるからで子供たちもちっちゃい子たちもお母さんのおっぱい大好きでしょ。 そうだね、それはやっぱりもちろんね、自分の 大事なものが出てきた、ね、生かしてくれたおっぱいが出てきたっていうのもあるけど、あのやっぱふわふわが、なるほどね、そう、だからこんなにおっぱいいいものじゃんっていうのを客観的に見るとすごい触りっこしたりするの。面白い。でそれからおっぱいの、ね、を剥がすような体操とかエクササイズをやって、でもう一回最後に触ってみるとおっぱいがふわふわに変わってるわけ。すごい。それってさ、どのぐらいの2時間かかるの？ね、2時間ぐらいでワークショップやるんだけど、でもまあ前後に観察があったりするから、まあ、エクササイズやりっこしたり観察しな しながら、うん、まあ、そのぐらいの時間でやるね、2時間のワークショップなんだけど、うん、で写真も撮るわけ。うんうん、そのやる前とやってた時も全然違う。でも大きさも違うし、おっぱいの高さも違うし、
形も違うんだよ。面白い。出たい出たい出たいでしょ。そう、やろうか、そんなのがおっぱい。でもそうだよ、やるよ、つぶつぶやる、行く行く行く、ね、やろうよ、お喜び、うん、ね、やろうやろう、そうそう、あの女体講座につぶつぶって、ね、女体講座もう決まり、うん、もうすごい楽しい、うん、でそうやって、まあ、おっぱいなの、おっぱい、お尻、お尻はどこが、そう、お尻はね、まずね、お尻の一番の間違いはお尻を小さくしようとしてることなの。あ、お尻は、女のお尻は大きく使えないの、とにかく。そうだよね、そう、だからね、そのためにこんな骨盤もでかいし、うん、そう大きく使えばいいことを、小さ、大きいの恥ずかしい、ちっちゃくしよう、ちっちゃくしようってしてるから、うまくいかなくなっちゃうのね。でも お尻はもう、言ったら大きいのも、ただガーンと大きいんじゃなくて、ハート型を逆さにする、した形が、うん、下がこうプルンと広がってるみたいな、お尻がすごくいいお尻で、そうすると、まあ、すごくいいことが、お尻は、お尻がいいお尻になるとどんないいことがあるかみんな知らない。何何みんながお尻がいいお尻になるといいことがあるのはメンタルの部分がすごく大きい。そう、ね、実は気持ちが変わるの、本当ね、まず安定する、あ、うん、そして幸福感が強くなる。へ、いいことばっかでしょ。高いでしょ。でもだとしたらさ、ピッチリしてさ、うん、無理やりこうちっちゃくして、いや、あれは絶対イライラするし、うん、ね、そわそわする、すごいきついジッパンとか履いて、そうそうそう、でなんかちょっとね、動くのも大変みたいなのしてるとイライラするよね。イライラするし、そわそわするし、落ち着かないし、いいことないんだよね、ちっちゃいお尻、うんうんうん、だから変な話、イライラしたかったらお尻をちっちゃくすれば見えるから簡単なんだよ、みんな。でも今最近はやっぱりあんまり小尻ブームでもなくなってきたみたいだし、うんうんうん、下着メーカーとかもあんまりお尻をビッて締めるものは使わなくなってきて、お尻の膨らみを潰さないように締めていくっていう下着の方が増えてきてるみたいな、うん、あ、そうなんだ。だから、うん、昔みたいにガードでギュギュみたいな人は減ってきてはいるんだけど、うん、でもやっぱり大きいお尻は恥ずかしいってなんとなくみんなあるの、うん、根底にあるかも。あるの。だからなん座る時もなんかちっちゃめにお尻を使うし、立ってる時もお尻を締めてるし、うん、お尻は絶対締めちゃダメなの、うん、ところが男の人はお尻を締めていいの。あ、男の人はグッとちょっと締めていいの。そうなの。女性はお尻はプルンと、そう、お尻は力は入れちゃいけない。お尻はいつもどんなに力、どの時でもお尻だけは柔らかくしてる。でそこで間違いなのが、よくあるのが、その尿漏れをしたくないから骨盤底筋をちゃんとしたいっていう人の間違いで、漏れちゃいけないときってお尻を締めてる人がいるんだけど、お尻じゃないよね。そう、お尻じゃないの。そういうとさ、そのとおり、お尻じゃないし、お尻を締めても実は尿漏れは止まらないんだよね。逆にそっち緩んじゃうの。そうなの、そうなの、そうそうそう、緩んじゃうの。だからそれはやめた方がいいんだよって言うんだけど、怖くて緩められないって人にこの間あって、その、なんかもう出ちゃうんじゃないかと。だから私手を握って、私を信じてって言った。でもね、尿漏れはどっちかっていうと塩だよ。あ、原因、塩が効かない、あ、虫じゃない、塩が効かないと筋肉って収縮できないの、うん、緩みっぱなしになっちゃって、だからこう減塩するだけで心臓だって肥大化するし、拍動も弱くなるし、と同じで、うん、あの絶対ね、尿漏れとか頻尿とか全部原因のせいなの、うん、そうなんだ。じゃあやっぱちゃんとお塩を取りながら体を使っていけば筋肉をちゃんとしてくるってことだね。だからつぶつぶ食べてたら、うん、もうだってこの間もね、セミナー来た、うん、もうずっといつもトイレ行って、年中1日10何回もトイレ行くから、うんうん、もうセミナー心配でしたっていう人が来て、うんうんうん、セミナー中食べるじゃない、ずっと、うんうん、まあ昼ぐらいまでどうだったか分かんないけど、うんうん、こう昼から来て、うん、夜食べるでしょ、うんうん、で食べた後からは、うん、もうあれからは1日2回ですとか言って、すごい良かったね。すごいでしょ、うん、もうそれくらい ただ単にね、うんうん、食べ方の問題だけで そんなに苦しんでさ、1日は常にトイレトイレトイレだって、うんうんうん、私なんかさ、朝起きたら1回行くでしょ、うん、昼間1回行くでしょ、うんうん、寝る前に1回行くだけだよ。トイレットペーパーも減らないよね。減らないし、あと外行った時にほら、トイレを心配するなんてことが一つもなくて、で別に昼の1回だけど、うん、別に1回だからそんなちょっとぐらいは待てるし、うんうんうん、まあ、適当にこの辺で行っとこうとか、なんかチャンスあれば1回行くってだけだから、もう全然行動の自由っていうか、わかるね。あるでしょ、うんうんうん、ね、うん、そうなんだ。じゃあその塩のことはね、そうそう、だから、うん、しとこう、やった梅酢水じゃないけど、うんうんうん、ちゃんと塩の効いたご飯、うん、ご飯とね、うん、
漬物と味噌汁なのよ、うん、ね、その3つが私も大好き。で本当はそれだけでいいんだけど、うん、今の人は、ね、いっぱいもうちょっとエンターテイナーじゃない、うん、エンターテイメントされないためだから、うんうん、まあとりあえずちょっとご飯なのに、うん、味噌汁なのに、うん、漬物なのに、うん、なんかハンバーグのふりしたり、うん、してるけど、うん、もう中身はそれなのよ、うんうん、でもだんだん食べていくともうこれでいいやって思うんだよね、うんうん、でもそういう風になったら体がもう中からも、うん、でもそうしてもやっぱり長いことその尿漏れしちゃったような人は、うん、やっぱりこう癖で、うん、ほらお尻に力入れたりしてるんだとしたら、うんうんうん、あタッグ組まなきゃいけない、そうだやっぱ私たちと一緒にやっていかなきゃいけない、絶対ね、うん、合宿やろうもん、そうだね前から言ってるよね、女体合宿とかね、女体合宿いいかも、あいいかも、これすごい大ヒットしそう、ね、本当だよね、ね、でもつぶつぶってね、うんうん、本当にね、女性が女性らしくなる食事でもある、うん、それはね、すごく男性は男性らしくなる、特に女性がね、うんうんうん、本当に女性らしくなって、うんうん、性格も、あ、性格もやっぱりね、うんうん、あの食でも変わるよ、そうだよね、だから私なんかすごい男性、あのマザーやコーチの夫たちに喜ばれてる、うん、うん、そうだろうね、つぶつぶって男性救済運動っていうか妻の素晴らしい、妻の横暴から、無知による妻の横暴から男性を助けてるっていうね、うん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 、そんなことを最近常々思って、すごい感謝されてる、いやいいわ、素晴らしい、まゆみさんのこの女体講座もすごいよね、うん、そうだね、でもこれね、だからその女体講座をすることによってそのね、男性を同じようにあんたはなんでこれができないのっていうことをしなくなってくるよね、あ、そうそうそう、自分に自信がつかないから、うんうん、あとはこう人に要求するになっちゃうんだけど、うんうんうん、自分が満ちてくると、うん、なんか分けようかなみたいな、そう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 、全然逆の方向になるよね、そう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 、分けたくなる、分けるのが楽しいなる体っていうのかな、ね、うん、でも講座って別々にあるよね、うん、だから、うんうん、おっぱいと、そうなの、そうなの、そうなの、3回講座、そうなの、3回講座、うんうん、そうすると3日間合宿とか、そうだね、本当はだから間が空いてるとおっぱいだけど、みんなやっぱりさ、そのおっぱい、なあ、そうか、おっぱいの使い方こうかと思って、またうちは月に1回ずつやってるんだけど、うんうん、そうすると1ヶ月おっぱいとちょっと仲良くなってくるでしょ、 あ、 いいかも、あ、そうだからセミナーもそうだよね、うん、C1 新こうやっぱりね、段階でやるっていいよね、そうなの、そうなの、いっぺんに言われても、うんうん、急には直せない、うん、そこでじわ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 ってしながら、じゃあ考えよう、うんうん、ね、3回でやろうよ、やろう、いいかも、うん、ね、まあ、また新しい発見、ね、でもね、筋肉がくっついてるっていうのは本当そうだと思う、うんうん、だって肋骨っていうか肩甲骨とかってさ、うん、本当はある人が教えてくれたけど浮かんでるんだよ、そうだよ、あれキャップなの、ポンポンって乗ってるだけなの、一箇所ね、上の一箇所ついて、うん、あとフラフラだから本当はいくらでも動くはずなのに、うん、みんなさ、こうってかバリバリで動かないと思ってて、うんうんうん、それを剥がすなんかにお金、すごいお金かかってるけど、そう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 、無理やり、いや、そんなことしなくても大丈夫なんだよね、うん、それもいいね、でそれは別だよね、その剥がすっていうのはね、剥がすっていうのは、剥がしてもらうっていうのはそのワーク、女体講座とは、あ、そう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 、そのオプションで体レッスンを受けた時に肩甲骨肋骨クリーニングっていうやつがあるから、それくっつけてくれると一回剥がします、そうね、それ剥がしてからやった方がいい、それとも講座受けてから剥がす、うんと女体構造で動くようになると思うよ、それでもやっぱりなんか私もうちょっとかなと思ったら体レッスンで行ったらいいな、来たらいいかもしれない、いいかも、うん、なんかね、もっと進めるみたいに。まみさん、じゃあ新通にぜひチャンス。そうだね。それで今度ね、新通、うん、もうちょっと変わるのバージョンが。うんうん、だから9月はさすがにもうこのとこ、うん、いや休んで、うん、で10月からはまた新しいバージョンで始まって、うん、なんと料理が全部 DVD 付きになる。うん、すごい。私が手でこうガーってやったら本当にリアルな、うん、もうすぐできるような、ね。そうしないとさ、うん、その時すごい感動しても、うん、ちょっと横向いてた時とかあるじゃないライブって、あそこ見損なったとか、うん、あれはどうだ。それとか最初の料理見てるときはすごい覚えてる気がしても3つ目見たときはこっち忘れちゃうとか、だからやっぱり DVD いるなと思って、シーン1は DVD をこう渡してるんだけど、2も3もっていうのでコツコツと撮りためた映像がもうすぐできるから、もう秋からは映像付き、すごい、うん、でも今まで受けた人もあのがっかりしないで、あの DVD だけ受けた人は、で受けない人は買えないで、受けた人は買えるようにするので、あ、そうなんだ、素晴らしい、だからぜひあの新バージョンに、そうだね、だから待ってたのかもね、そうかもしれない、嬉しい、またそこでタッグ組んでやるね、うん、そうだね、やろうやろう、お互いに、私もじゃあそこに行く行く、来て来て、じゃあね、ありがとうございました、今日のつぶつぶニュース、つぶつぶインターネットラジオオープニングテーマソング命の泉のフル音源の無料プレゼントキャンペーン継続中です。作詞作曲は大谷由美子改めアマンです。ブログ女開きレッスンのアンケートに答えるとすぐにダウンロードできます。ぜひブログの読者登録もしてください。女開きレッスンで検索してブログを見つけてください。